はい、どうも、しゅんてぃでーす。りょうへいでーす。はい、お願いします。お願いします。というわけですね、はい、ついに8月になってしまいました。暑い。はい、で私もね、8月ということで、まあ、8月といえば僕の月ですよ。12。はい、見事に風邪ひきました。違うぞ、そっち誕生日じゃないよ。誕生日かと思って12って言っちゃった。8月、はい、7月ちょっとね、頑張りすぎて声が、喉、熱はないんですけど喉がちょっとやばいですけど、うん、なんか心なしかちょっと声おかしい。はい、まあちょっと声がありということでね、まあそう思っていただいて。20年前、まあ20年前かな。ああ、まあ2回目の声があるということで、多分ね、はい、1週間で治ると思う、ね、治ると思う。そうだね。で今回は、はい、この夏に購入したものがありまして、はいはい、まあ動画はいくつか分けるんですけど、はい、今回はこのシリーズということで、はい、ちょっと紹介したいと思います。はい、それがこちら、サングラス。え、ちょっと待って、サングラス、そういうことか。こっちは前から持ってたよね。はい、スワンズの。そう、こちらのサングラスを紹介します。はいはいはい。で、まあこれを紹介するんじゃなくて、ちょっと持ってもらっていいですか。はい、一つ、はい、で、これも買ったやつ、二つ、ジョーブレカ的な。そうそうそう。はい、三つ。はい、四つ。はい、いや、ドラえもん。はい、これここはめて、はめて。はい、はい、まあとりあえずこんな感じでね、サングラスを大量買いしました。え、はい、その金はどっから出てきたの。これあれなんですよ、今さ、格安の最端じゃん、シーンとか。ああ、はいはいはい。テムっていうやつで、まあ、ゲットしたんですけど。なるほどなるほど。そこで一つなんか何百円とか、うん、千いくらとか、おーおー、台を、まあ、複数買ったっていうだけなんで、はいはい、相当安いですよ。でまあいろいろこういうのもさ、うわ、買ったわけですよ。こうやってどう、おしゃれじゃない、派手というか、おしゃれというか。すげえな。まあこんな感じでたくさんね、サングラスを購入しました、うん、特にメーカーとかは書いてたり書いてなかったりなんで、うんうん、まああまり気にしてないんですけど、見え方。まあそうっすね。この両辺が今つけてるやつは、太陽が出てたら暗くなる。そう、太陽出てたら暗くなるんですよ。チョコレンズ当てた。なってないよ今。うん、多分ここ日陰だからね。これからなるかもしれないけど、はい。で夜はこういう風にクリアになるみたいな、うん、サングラスになります。はい、でこれなんかワンハンドレッドみたいな。そう、ワンハンドレッドっぽいカラーリングのものですね。だし、はい、次これ、じゃあどうぞ。おっしゃ、なにこれ、スプラトゥーンみたいな。よいしょ。なんかすごい、これミニオン入ってるみたいな。ヘアバンドと。ああ、ヘアバンド合ってますね。ちょっとこれ大きめな、比較的クリアな感じの。そうですね、それ最初にかけたけどめっちゃ見え方良かった。うん、正直これ一番いい。うん、俺乱視だから若干暗いと見づらいんだけど、これぐらいだったらすごくあんま変わんないかなって、うんうん、見やすい。こう見た感じさ、すごいほら色はついてるけど、はい、実際中の見え方分かるかな。これ見えるかな、こうやってやったら分かるか。なんかレンズの色にもいろいろあるんですよね。そう、外側がオレンジ色に光るようなやつだと、うん、暗くなりすぎない。そうそうそうだね。とかで、こういう多分青系レンズ、うん、だと、より暗くなる、そのサイドを下げるって言ったらいいですか、うん、なるほど、っていう働きがあるみたいですね。おー、何にもないけど花粉用メガネみたいな。だからランニングする人とかはいいかもね。そうだね、1個あれば夜も。うん、まあこれなんかちょっと俺のスワンズっぽい、はいはい、カラーリングではあるんですけど、これは暗いね、めっちゃ暗い。まあブルー系レンズ。そう、ちょっとブルー系入ってくる。そう、なんで俺がこれをこんなに購入したかというと、はい、夏って、うん、太陽がすごいじゃん。そうですね、紫外線、日差し、うん、そう。俺ね、数年前に結膜炎になったんですよ。あ、サングラスしないで夏過ごしてたんですよね、野球したり、うん、そしたら目がなんかもう真っ赤になって、うん、なんかこう自然と涙が出てくるみたいな。痛い、涙勝手に出てくる、ずっと。で、おかしいなと思って、まあ、眼科行ったら結膜炎ですねってなって、うん、サングラスした方がいいですよ言われて、はい、慌ててオークリショップね、オークリショップに行って、この黒いやつ、ほんとシンプルな黒いやつを買ったんですよ、うん、買ったら、買った翌週の、野球で、なくしました。速攻なくしました。しょうもな、速攻なくした。まあそうっすね。で、結膜炎になった後、僕逆に言うと結膜炎こじらした人間なんですよ、うん、結膜炎でもう強制視力出ないし、
光も今こういうめちゃくちゃ言えば外明るいですけど、うん、そういう光にもちょっと弱くなっちゃって目が、うん、でそういう人たちにはこの値段でサングラス買えるんだったらめっちゃいいなっていう。そう、結膜炎防止には絶対いいと思うんですよ、うん、今さサングラスやっぱ高いじゃないですか。そうですね、こうな有名なブランドのやつって、はいはい、それ買えない人絶対多くいると思うし、いるいる、意外と草野球人であなんかおしゃれなサングラスしてんなと思ってみたら全然なんかその手軽なやつをおしゃれにつけてる人もいるんですよ、うん、まあ Amazon とかでも最近ありますよね。そう、まあ大井くんが紹介しましたね、はい、はい、だからそうやってなんか何主要な有名ブランドをつけなくたって、まあ、かっこいいサングラスいっぱいあるし、そうですね、まあ、名は守れるし、うん、まあ、そういうところで、まあ、注意喚起というかも含めてというのと、まあ、物によって見え方が違うよっていうのも含めてちょっといろいろ買ってみたんですよ。はいはい、だからその見え方も若干違うやつを自分は購入をしたんですよ、うん、こう見てブルー系だったり黄色系だったりクリアだったり、うん、そう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 、なのでね、皆さんも、まあ、やっぱ日差しがこれから強いですし、まあ、見てる方がもちろんスポーツやってる方ではあるし、うん、まあ、観戦にも行く方もいるだろうし、そうですね、うん、これからね暑いですから目を守るためにもこういうサングラスでもいいし、まあ、両平みたいなこういうのでもいいし全然、ね、これは、はい、普通にお金出して買いました、ね、あ、そうなんですか、はい、値段とか別にね安くても全然いいと思うんで、そうですね、いやもう本当にびっくりした。自分普段オークリー使ってて、うん、でこれもオークリー買ったんですよ、うん、同じレンズのタイプのスポーツ用じゃないやつ、全然見え方変わんねん。そうだよね、うん、あんま買わないんだよ。だからブランドというものが多分乗っかってきてんじゃないかなって俺は。そうね、このロゴで多分値段が上がってんじゃないかと思って、うん、だったら別にメーカー何でもいいから。まあそうですね、そう、目守るためにはこういうのやった方がいいかな。今だってスーパーだとプライベートブランドだらけだし。ああ、そうですよ、そういうことですよね。はい、これもね、でもそれが一番高いんじゃないかまあ今回は目を大事にしようっていうのと、うん、まあ高くない安めのサングラスを、はいはい、たくさん購入してそれを紹介したので、よかったらね、購入してみてください。はい、まあ Amazon でも全然いいし、まあ、ティムはちょっとあんまりアーケードとかじゃないから、そうですね、載せる気はないんですけど、全然 Amazon でほんと1000円とか500円とかで売ってるのもあるし、ぜひとも買ってみてください。はい、はい、ではこれで終わります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。